じゃあちょっと本川の映像からお別れして、はい、2件いただいてます。8974番、勝川さんです。社長さん、皆さんこんばんは。前日相談させてもらったベタが永眠しました。たくさん相談したベタだったので、こちら、うん、これはね、俺ちょっとやばいなとは思ったんよ。やばいなと思ったんで、もう水位5センチぐらいに下げてあげてって。ごっついしんどそうやったからね。そっか。まあまあ、でもね、あの2年買ったんだったら大往生だと思いますよ、勝川さん。あの飼育の仕方は間違ってないと思いますよ。で、ただね、この早めにね、カンパラミチレンやってやることによって、もう少し、お別れの時間が取れた可能性はあるんですよ。生き物だから、いつかは星になるんです。だから、まあ何があってもおかしくないっていうのは確かかもわからんけど、その何かがあった時にカンパラミチレンやってあげることによって、一山越すっていうのはよくあることですからね。だからまあ皆さんも参考にされたらいいと思うんです。ああもう年かなって諦めるんじゃなくてね、あのちょっとした風邪でも重症化することあるから、人間と一緒やで。生き物、猫やってそうでしょね。はい、ということで勝川さんお疲れ様でございました。ありがとうございます。お役に立てなくてごめんなさい。青さんです。メスのベタちゃんが4日ぐらい前に半分透明で半分茶色のうんちをしました。消化不良かなと思ったんで、いつも朝3個夜3個あげているとこ、朝2個夜2個に減らして様子見たんですけど、普通にうんちをするんですが、ちょこちょこ透明、これ何か食ってないかな、何食ってるかな、君何か食べてないかな、何を食べてるかな、わからないね。まあ普通にヒレをかじったわけでもないんやけど、何を食べてるかな。お腹が張っていて少し太っているような気がします。あ、そうなんですか。あー、じゃあね、お塩 3g、 1リットルに対してお塩 3g、 処置言いますよ。1リットルに対して、あ、まあ5グラムいってもいいかな。5グラムのお塩を入れてくださいな。くださいなっていうのもおかしいな。ください、よもぎをもんで入れてあげると相乗効果で期待できます。はい、青さんありがとうございます。1リットルに対して5グラムのお塩を入れてください。よもぎをもんで入れてあげると相乗効果が期待できますっていうね。はい、まあね、見た目は全然問題ないんやね。お腹が膨れ、これ左右非対称になってないやろ。これね、左右非対称のやつね、その、もう一層中に風船が入ってる時があるね。これはどうしようもないね。もう針でついてあげるしかない。ただ、そんなに非対称に見えないから、問題ないと思う。この間、クラウンテールお見せしなかったかな？僕撮影しようと思ってたら、
お腹が風船みたいに膨れてたんですよ。で水膨れになってたんで、まあ腹水ですね、腹水の子がいたんで、お塩5グラム入れてよもぎもんで入れておいてあげたら、もういつの間にかもう治ってるんで、はい。まあ今水素入れてもええけどね、もう多分普通に泳いでると思う。これ移さなかったかな、俺水素撮影しようとして気がついてやめたんだ、外したんだ。結構ひどかったですよ腹水が。ちょっと待っとってね。じゃあはい、ちょっと画像キャプチャー切ります。違う、映像キャンパス、あれ映像キャンパス、映像キャンパス、え、これか、あれ、これか、はいはい、これね、もうお腹透明でこんなになっとった、膨れとったよ、ボンボンぶら下げてるみたいに。でももう普通に戻りましたね、フレアリングもしています。だからその腹水だけだったらね、塩で、十分治療できますから、この子は完全に良くなったね。はい、クラウンテールでーす。いざ、あ、腹水、あ、ちょっとね、アウさんの場合はね、その白いうんちしてるんやったら、えぎりしてみるのがいいと思う。お塩入れて、3日間えぎりしてみて。3日間。3日間我慢して、餌、止めてみてください。3日間餌止めたから言うて弱ったりしないから。お塩1リットルに5グラム入れて3日間えぎりしてください。くるくるしてる、大丈夫かな。あー、 YouTube が受信てる動画が少ないため滑らかなストリーミング維持できませんって書いてる。ドリームの状態、バッファーが生じていますって。何が原因かな、録画してるのがいけないかな。はい、青さん、とりあえずね、1リットルに対して5グラムのお塩入れられて、あとよもぎをもんでポイって、で餌は3日間えぎりね、3日間えぎりです。でその状態で3日間で、お腹が引っ込むと思うんですけど、で引っ込んでたら、まあ粒2粒ぐらいでちょっと少しずつ増やしていってください。まあ6粒だったらそんなに多いことはないんで、量的には大丈夫だと思うんですけどね。3粒まで戻して大丈夫だと思うんですけど、これ見事に治ったね。お腹透明になってたもん。もうパンパンに張ってね。で、直接の皮下の水は抜けます。抜ける。これはね、なんで抜けるかっていうと、もともとそのベタ、お魚っていうのはね、鱗からおしっこするの。体液抜くの。その機能が弱まったりすると、腹水になっちゃうのね。原因はいろいろあると思うんですけど、内臓疾患の場合もあるだろうし、
水質悪化から来る場合もあるし、寄生虫から来る場合もあるんですけど、まあ皮下のこの明らかに水が溜まってるなと見えるようなバルーンになる、バルーンベタになってる時は牛尾で治ります。はい、ポップアイも一緒ですね。目は弱いから、目とお腹って弱いからそこに水が溜まるんです。はい、これは綺麗に治った。これ元のやつ取っとかないかんかったなと僕は後で思ったね。皆さんこんばんは。皆さんこんばんはです。はい、ももさんご移動ありがとうございます。録画ボタンバッチリです。ヒロリンこんばんは。そらて兄さんこんばんは。山茶さんこんばんは。ゆきちゃんこんばんは。はい、リリーさんこんばんは。ありがとうございます。昼間のライブ以上で終了しますね。はい、皆さんありがとうございます。オスの真っ白くんでした。他にも女子の白プラカットダンボはいたと思います。プラカット以外を女子ダンボは分かりません、ね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、今夜もよろしくお願いいたします。スマイリスマイリ終了して BGM 入れます。はい、今朝寒かったね。多分今年一番寒いんじゃなかったかなと思ったんですけど、いや、皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。日本全国でね、初冠雪のお便りも聞こえてますけど、まあ、高知はまだ雪はどうかな、石鎚山ぐらいは降ってるかもわからんね。石鎚山とか、何や、天狗高原じゃなくて、もう一個あるやん。剣岳違うな。剣山。僕行ったことないんやけど、剣山ってもう一個高い山あるね。はい、石鎚山はね、僕2回ぐらい登ったことある。子供の頃ですけど、大人になってからは登ったことないです。はい、まあ何合目か知らんけど、土小屋ってあるんですけど、そこまでは車で行けるんで、そこまではちょこちょこ行きます。伊野町からね、畝伝いで行けるんですよ。結構景色も良くて、でまあもう閉鎖になるくらいだと思うんですけどね、11月の後半には、UFO ラインは春まで閉鎖になります。はい、ということで今夜もよろしくお願いします。どっかにね、石鎚山じゃないけど、その UFO ラインの映像あるよ。 UFO ラインの映像探してみようか。ライブ冬の UFO ラインもっと後かな、1月かな。夏にはない。クナルフ、ノチョ、淀川、ランマンコ、違うな。じゃあ1月か。1月、これはね、ホンガーだけど、これはホンガーですけど、ホンガーの夕日がとっても綺麗だったんですね。林道なんですけど、林道、お花の林道じゃないよ。林道っていうのは林の道って書いて林道って言うんですけど、いわゆるその木を搬出したりとか、まあ、木を植樹したりとか、そういうことのためにつける道路で、林道っていうのは一般の方はもう入って大丈夫な道なんですよ。でここまでね、
上がるのに俺ノーマルタイヤやったん、途中雪があってね、スリップしながらなんとか上がった記憶があります。これツガの木、木片に母って書いてトガかな、ツガかトガっていう木だと思うんだけど、まあいわゆるクリスマスツリーの木みたいなやつね。でまあ山の夕日っていうのは早いんです、お日さんが沈んでいくのがね、すごく綺麗だったんで、ここで撮影した記憶があります。結構上上がってるよ、標高1100、200、300ぐらいは行ってるかもわからん、まあそれぐらいのとこですね。いやそんなに行ってないか、まあ1200、300まで行ってないかもわからんけど、結構雪もだあの残ってたですね。これドローン映像です。はい、結構これね僕お気に入りの映像なんです。下に木片に母で戸賀さんいますよってそうなんですね。はい、ありがとうございます。夕日がね山際にいいですね。まあ夕日沈んでいくの綺麗だけどなんかちょっと寂しいね。まあ朝日の方はねこれからあの登ってきていいけど、夕日っていうのはなんかちょっと寂しい感じもします。俺山の中で一人ぼっちやって、まあちょっと寂しかったな。これ降りる時にはもう真っ暗なっててね、実はこの下に長沢ダムってあるんですよ、長沢ダムで、ここでね星を撮影した。雪がぼった10センチぐらい詰まってたね、あの影地の方は。僕が今いるとこはね雪ないんですけど、ところどころ影地はね雪が残ってるんです。こうちらちら白いところが見えるでしょう、雪が残ってた記憶がある。木片に母、ツガの木、ツガとかトガとかいうね、建築や木工品の母体になる木という意味らしいです。あのねなんで木片に母って書くか、俺これはねまあ一説なのかもわからんけど教えてもらったんですよ。でトガの木ってね自ら倒れてね自分の、木にトガの芽を出す、トガの種を。で木からトガの木が生えてくるらしいんです。だから木片に母、トガの木って言うって聞いた。それも一説なのかも分かりません。ほら雪残ってるでしょ、あの真ん中の雪のところでね、オリオン座撮影したらごっつい綺麗やったの覚えてる。結構北向きの斜面は雪が残っていますね。ここは南向き斜面なんで雪なかったんですけど、ここへ来る途中は結構雪があったね。はい、で氷のカーテンね、本がならではでむっちゃ綺麗ですよ。車のライト当ててねバックから撮るとすごく幻想的なんですね。あ、木片に母で建築や木工品の母体になる木という意味らしい。ああなるほどですね。僕のもじゃああの諸説なんかな。あ、倒れた木からトガの子供が生えていく、見栄えで生えてきて、その子供たちに栄養を与えて枯れていく。でトガの木ってね不思議なんですけど芯がものすごく硬いんですよ、ものすごく硬い。はい、で、中がね枝のとこがあの三角になってね、中が空洞になってくるから結構その植物植えたりとかあのそういうまあ飾りですよね、うん、にいいと思います。
リリーさんありがとうございます。逆光にしてるからちょっとあの手前の木が暗いけど途切れた。そうか。そんなにうまいことはいかんよ。うまいことはいかんけど、皆さんもし初めての方いらっしゃったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてあらかじめいいねもいただけるとむっちゃ嬉しいです。さあ、じゃあ今日は質問コーナーあるかないか見てみるよ。あるかないか見てみるけど、あるかな、ないかな。2件いただいています。じゃあちょっと本川の映像からお別れして、はい、2件いただいてます。8974番、勝川さんです。社長さん、皆さんこんばんは。前日相談させてもらったベタが永眠しました。たくさん相談したベタだったので、こちら、うん、これはね、俺ちょっとやばいなとは思ったんよ。やばいなと思ったんで、もう水位 5センチぐらいに下げてあげてって。ごっついしんどそうやったからね。そっか。まあまあ、でもね、あの2年買ったんだったら大往生だと思いますよ、勝川さん。あの飼育の仕方は間違ってないと思いますよ。で、ただね、この早めにね、カンパラミチレンやってやることによってもう少し、お別れの時間が取れた可能性はあるんですよ。生き物だからいつかは星になるんです。だから、まあ、何があってもおかしくないっていうのは確かかもわからんけど、その何かがあった時にカンパラミチレンやってあげることによって、一山越すっていうのはよくあることですからね。だから、まあ、皆さんも参考にされたらいいと思うんです。ああ、もう年かなって諦めるんじゃなくてね、あのちょっとした風邪でも重症化することあるから、人間と一緒やで。生き物、猫やってそうでしょね。はい、ということで勝川さん、お疲れ様でございました。ありがとうございます。お役に立てなくてごめんなさい。青さんです。メスのベタちゃんが4日ぐらい前に半分透明で半分茶色のうんちをしました。消化不良かなと思ったんで、いつも朝3個夜3個あげているとこ、朝2個夜2個に減らして様子見たんですけど、普通にうんちをするんですが、ちょこちょこ透明。これ何か食ってないかな、何食ってるかな、君、何か食べてないかな、何を食べてるかな、わからないね。まあ、別にヒレをかじったわけでもないんやけど、何を食べてるかな。お腹が張っていて少し太っているような気がします。あ、そうなんですか。あ、じゃあね、お塩 3g、 1リットルに対してお塩 3g、 処置言いますよ。1リットルに対して、あ、まあ5グラムいってもいいかな。5グラムのお塩を入れてくださいな。くださいなっていうのもおかしいな。ください、よもぎをもんで入れてあげると相乗効果で期待できます。はい、青さんありがとうございます。1リットルに対して5グラムのお塩を入れてください。よもぎをもんで入れてあげると相乗効果が期待できますっていうね。はい、
まあね、見た目は全然問題ないんや、ね、お腹が膨れ、これ左右非対称になってないやろ。これね、左右非対称のやつね、その、もう一層中に風船が入ってる時があるね。これはどうしようもないね。もう針でついてあげるしかない。ただ、そんなに非対称に見えないから、問題ないと思う。この間、クラウンテールお見せしなかったかな？僕撮影しようと思ってたら、お腹が風船みたいに膨れてたんですよ。で、水膨れになってたんで、まあ、腹水ですね。腹水の子がいたんで、お塩5グラム入れて、よもぎもんで入れておいてあげたら、もういつの間にかもう治ってる。治ってるんで。はい。まあ、今、水素入れてもええけどね。もう、多分普通に泳いでると思う。これ、映さなかったかな。俺、水素撮影しようとして気がついてやめたの。外したんだ。結構ひどかったですよ、腹水が。ちょっと待っとってね、じゃあ。はい、ちょっと画像キャプチャー切りまーす。違う、映像キャンパス。あれ？映像キャンパス。映像キャンパス。え？これか。あれ？これか。はいはい。これね、もうお腹透明で、こんなになっとったら膨れとったよ。ボンボンぶら下げてるみたいに。でももう普通に戻りましたね。フレアリングもしています。だから、腹水だけだったらね、塩で、十分治療できますから、この子は完全に良くなったね。はい、クラウンテールでーす。いざ、あ、腹水、あ、ちょっとね、アウさんの場合はね、その白いうんちしてるんやったら、えぎりしてみるのがいいと思う。お塩入れて、3日間えぎりしてみて。3日間。3日間我慢して、餌、止めてみてください。3日間餌止めたから言うて、弱ったりしないから。お塩1リットルに5グラム入れて、3日間えぎりしてください。くるくるしてる？大丈夫かな？ああ、YouTube が受信てる動画が少ないため、滑らかなストリーミング維持できませんって書いてる。ドリームの状態。バッファーが生じていますって。何が原因かな？録画してるのがいけないかな？はい、青さん。とりあえずね、1リットルに対して5グラムのお塩入れられて、あとよもぎを揉んで、ポイって。で、餌は3日間。えぎりね。3日間えぎりです。で、その状態で3日間で、お腹が引っ込むと思うんですけど、で、引っ込んでたら、まあ、粒2粒ぐらいで、ちょっと少しずつ増やしていってください。まあ、6粒だったらそんなに多いことはないんで、量的には大丈夫だと思うんですけどね。
3粒まで戻して大丈夫だと思うんですけど、これ見事に治ったね。お腹透明になってたもん、もうパンパンに張ってね。で、直接の皮下の水は抜けます。抜ける。これはね、なんで抜けるかっていうと、もともとそのベタ、お魚っていうのはね、鱗からおしっこするの、体液抜くの。その機能が弱まったりすると腹水になっちゃうのね。原因はいろいろあると思うんですけど、内臓疾患の場合もあるだろうし、水質悪化から来る場合もあるし、寄生虫から来る場合もあるんですけど、まあ皮下のこの明らかに水が溜まってるなって見えるようなバルーンになる、バルーンベタになってる時はお塩で治ります。はい、ポップアイも一緒ですね。目は弱いから、目とお腹って弱いから、そこに水が溜まるんです。はい、これは綺麗に治った。これ元のやつ取っとかないかんかったなと僕は後で思ったね。ビフォーアフターすればよかったなと思いましたけど、撮影の時にあんまりこれ、わあこれ腹水やと思ってね。で撮影やめて、お塩塩浴したんです。まあまあ良くなってくれました。綺麗でしょ。綺麗だったからね、ヒレも綺麗だったんで選んでたんだけど、まあでも元気になってよかったで、この子はね、お塩だけで知った子で。はい、ありがとうございます。次は2件だけかな。はい、2件だけですね。はい、まあ青さんもお大事にしてください。はい、ありがとうございました。今日は真面目に、店で撮影ずっとしてたんで、動画がないんです。動画ない、大事の市場だけや。誰かコメントくれてるかな。はい、これか。はーい、おい、店休みやって言ってしまったからね。何の気なしに言ってしまったよね。お店休みなんで。俺の頭の中ではお店休みやったよ、木曜日やから。でもね、3日間遊んでるから仕事しないと店長怒るからね。店長に怒られちゃうから、今日は真面目に仕事してました。はい、トイレ出て3つ目くらいの水槽です。金魚の水槽にベタが入っていること自体言ったのではなく、一つの金魚水槽にオスベタが2匹一緒に入ってた。これは気がつかんかった。ごめんなさい。ありがとうございます。ベリスラの治りかけとまだ治ってない子でしたね。寄り添ってそこに横たわってたから喧嘩の気配感じなかったけど、治ってきたら危ないかもって。はい、ありがとうございます。まあベリスラになった子はね、金魚水槽放り込んどくのが一番早い。4匹だから入ってたんやろね、金魚水槽に。4匹ベリスラになって、で2匹治ってたんで水槽戻しました。はい、
つぶりんさんありがとうございました。俺探したけど最後までわからんか。まあとりあえずね、1,2,3 匹いたんで、2匹は瓶に戻して1匹は別の水槽に入れたんで、まず2匹今入ってるのは解消されたと思う。はい、今日の市場でーす。今日のみかん美味しかったな。みかん一口、1リットルに1枚ぐらいでいいですね。はい、1リットルに 1,2 枚でも、2枚入ったから どうってことはないですけど、小さい葉っぱだったら2枚入れたらいいよね。うわ、キズパワーパッドの防水を初めて使ったの、これいいよね、リリーさん。うん、いいと思います。あとね、アットノンやったかな、その傷にシールするやつ、あれええよね。あれええと思うで。乾いたら固まるやつ。アットノンじゃなかったかな。はい、ありがとうございまーす。はい、ありがとうございます。飛行機で山北みかん箱持ってる人がいて羨ましい。山北みかん今年5キロで2000円ぐらいらしいよ。5キロで2000円で、俺今日買ったみかんも1キロ400円やったんで、まあ5キロで2000円やな。一緒ぐらいやったね、山北とね。はい、あの今日で2回目らしいんですけどね、ちょうど僕が休みの時出てたみたいですね。これから44のみかん、そして土佐市の山本さんのみかん、あれも美味しいね。はい、ありがとうございます。以上ですね。安くはないやろうと思うけど、どうなんだろう。はい、はい、以上でーす。はい、コミュニティで、あ、ブッシュクラフト、これ変えとかないか。ちょっと待って、ブッシュクラフト変えとかない。21日で、早いな、もう21日でーす。シャワーしても水が全く入らなくてびっくりです。いいですよね。はい、わあ、料理中に包丁で小指切っちゃって、あなたが噛んだ小指が痛いってねはい、ありがとうございます。今日とってもいい星空ですよ。ライブ配信終了します。今日の星空ね、すごい綺麗。満天の星空です。あれ天の川だね、これ天の川です。白鳥座、白鳥座がわからんな、星がありすぎて。白鳥座がちょうど僕の前にあるはずなんですけど、どの点とどの点を結ぶと白鳥座なんだ
星が映りすぎて白鳥座がわからない、白鳥座がわからない。はい、ありがとうございます。白鳥座がわからんな、これ。え、柿の皮剥いでて、柿の皮剥いでて、スッてやっちゃったよね。柿の皮剥いでて、ブンって、あーって。はい。あ、ゆきちゃんありがとうございます。キズパワーパッドはちょっとお高いので、防水のシートとハイドロコロイドゲルのパッドで自作してます。傷に合わせたサイズに、小林製薬のアットのかなんかいうやつ、塗るやつがあるやろ、すぐ書いて、あれいいなって。俺一度使ったんですか、あれ。どっか買ってると、あ、どこ行った、うん、あれ良かったです。はい、昼間のライブ消したかな、シュクラフト、クジール、夜の秘密。なんか受信バッファーが少ないみたい。はい、ありがとうございます。左の小指ね、利き腕じゃなくてよかった、利き腕の方じゃなくてよかったね。はい、ありがとうございます。 F5、 はい、コミュニティでーす。はい、皆さん今日のコミュニティコメントしてくれたかな。どれやったかな。一番のカラオケ絶叫マシンです。え？これやったな。やったの。これかな。これか。これやってるな。はい、 OK です。はい、最近商店街も場所によっては違う、ドライブ中に渋滞にはまってしまい相手は不機嫌、あなたはどうしますか。面白い話をする、面白い話をする 22%、 黙って放っておく、夫や妻とドライブ中渋滞にはまってしまい相手は不機嫌。もう不機嫌になる方がおかしいやろ。はい、黙って放置です。
もうあのスマホ見てね、スマホ見てね、スマホ見てたら酔うよ。細井さん、一応気を使ってる風に、いや、一休みしようと言うと思う。コンビニでもファミリーセもどこでもいいから、高速道だと脇道もないし、ちょっと困るよね、と。はい。はい。クリーンプードルさんありがとうございます。ポンナナさんありがとうございます。うちの旦那トラックドライバーなので、渋滞したら仕事に影響が出ます。イライラしたら事故にもつながるから、一休み、必要のアドバイス、いいと思います。はい。うちは休憩すると、その分遅くなるからと言って、あまり休憩しません。禁煙にしてる車だけど、タバコ吸いなぁと言って、飴を渡したりしてます。その後私はぐっすり寝ますけど、ってね。はい。13、21点でーす。わあ、痛いな。俺こないだね、2日ぐらい血が出てた。クリームプードルさん、渋滞だとどこにも寄れず休憩できないだろうから、イライラしても仕方ないからのんびり行こうと声かけて、わざと普段通りに接しまーす。はーい。後ろの席で寝るんですね。私は寝ます。本七さん、はい、私は娘ちゃんがいるので寝れません。はい、ありがとうございます。こんなな、タバコとコーヒーもしくは飴を進めて、私はいつも後ろの席なので、肩と首のマッサージしています。はい、私も普段助手席ではなく後部座席に乗ります。マイさんです。イライラすると事故につながるから、飴とかガムとかドリンクなどを勧めて気楽に行こうと言います。いいですね。はい。グッドだと思います。舞さん、ありがとうございます。はい。酔っぱりリーさん、別れます。別れます。別れます。いいと思います。はい。はい。つぶりんさん、渋滞したら機嫌とか以前に機嫌とか以前に酔うんでスプリンさんの酔っ払いには誰もかなわんで。俺なんでスプリンさんのはコメントが出ないの。俺何もやってないよ。出ない。スプリンさん誰か2件コメントくれてるみたいけど、スプリンさんの出ない。昨日もそうやったけど、何が原因かな。ゆきちゃん、運転する人って隣で寝てるとどう思える、と思うんだろう。私はむしろ寝てくれた方が楽ですが。まあまあ、それもそうやね。あの、YouTube2 チャン見るね。2チャンネル見るね。これ、ドリボッチでドライブする日やからね。はい。はい、ありがとうございまーす。21点。はい。細井さん、座布団でーす。はい、おめでとうございまーす。はい、ありがとうございました。以上ですね。はい、山ちゃんさん、ご挨拶ありがとう。で、何分ある？5分ぐらいか。ちょっとなんかない。
やねん。これ幻の赤滝。この日は風が強くてね、よう撮影できたと思う。映像あんまり良くないんです。ゾイゾイしながら撮影したんです。これここで落としたら撮りに行くのが大変だと思ってね、絶対落としちゃいかんと思って2キロぐらいあったんですよ、対岸からね撮影してるんやけど。赤滝で、これ幻の赤滝。これ何分あるんだ、これ25分ぐらいあるか、さっきのよりはちょっとな。滝が凍って、なんで赤滝っていうのかわからんけど、赤滝で木のクラウンテール水槽外へ出してきますんで、これ雪雲なのね。雪雲ですごい速いでしょ。これでも映像悪いね、ごめんなさいね、すげえ映像が悪い。でもこれね、貴重な数年に一遍しか現れない赤滝っていう映像なんです。幻の、ないな、2月かな。2月、嘘。はい、ありがとうございます。ごっつい遠いで、これ確か2キロぐらいあったもん。
はい。さあ、今日は35番でしょう。これなんて、35番はどこだったかな。ああ、カモだ。だんだんにカモが飛んできましたね。だいぶ増えてきましたよ。はい。今日はこの映像にしよう。これは何分あるかな。あ、これも20分ぐらいですね。まあ、エンドレスで回します。すいません。よかったら20分間見てってください。今日も皆さんありがとうございました。明日は午後からお地長です。はい。明日は午後からね、常福寺さんの胃腸、大胃腸を撮影に行こうと思います。だいぶ色づいてきたからね。はい。皆さんありがとうございました。いい夜お迎えください。